アイテム番号 SCP-1974JP。オブジェクトクラスアノーマラスユークリッド。特別収容プロトコルすべての SCP-1974JP はサイト、8181内の倉庫で積み重ねられ、その上に 2.0kg 以上の物体を乗せられます。SCP-1974JP を製造した団体は現在解散し、さらに団体が製造したオブジェクトはすべて回収されていますが、クッションが知らない間に動いている、などの情報あるいは噂が流れた場合、その情報源を突き止めて、その情報を流した人物の家からクッションを回収してください。回収元に住んでいた人物には A クラス記憶処理を施してください。説明ユークリッド指定以前の説明はアノーマラスアイテム一覧 JP に保管されています。401-450 に収納。SCP-1974JP は、異常性を持つクッションです。SCP-1974JP は、人間の見ていない時に自律的にソファの上、テレビの前、ベッドの上など、一般的に人間がクッションを使用する場所へ。SCP-1974JP 全体を曲げ伸ばししながら移動します。SCP-1974JP の移動速度は、時速 3km ほどです。SCP-1974JP は、ドアを開けることはできず、15cm 以上の高さの障害物を乗り越えることはできません。SCP-1974JP がこれらの理由で移動に失敗した場合、SCP-1974JP は、移動前の位置に再移動します。SCP-1974JP の形状、材質は様々であり、通常のクッションとは区別がつきません。SCP-1974JP の上に 2.0kg 以上の物体が乗せられた場合、SCP-1974JP は移動することができません。2004年6月29日に、削除済み、の支部に潜入した際、SCP-1974JP のいくつかの個体と書類群が発見されました。現在は一部のみが公開されます。自我を持つクッション、仮、の製法メモ。削除済み、系列の孤児院にある利用価値の低い奇形児、知的障害児とクッション用の生地と面を用意。オスター法で赤ん坊を処理。面と混ぜる。この時赤ん坊が死なないように気をつける。密閉。完成。書類群が発見され、D クラス職員を使った追試が行われた後、収容プロトコルとオブジェクトクラスは変更されました。